12月31日まで毎日ライブ配信チャレンジ。今日は本当は明日一日ゆっくりできる予定だったのでそこでやろうと思っていたことを、えー、今日やらないといけなくなってしまいましてそれをやっていたらこんな時間になってしまいました。 ライブ配信この時間に見てくださりありがとうございます。あ、こんばんは。ウェーブ送ります。はい。今日はですね、1日研修に参加しておりました。今日の研修というのはいつもご紹介している和文というところで、この和文というこの書籍の方に書いているのは話すとか聞くとかそこの部分の 自分の在り方が書いてあるんですねそれをこう学んでいるんですけども一日研修としてみんなで集まってやる時は「あターちゃんこんばんは起きてましたか」。あのちょっと今日はバタバタしてましてこんな時間になってしまいました。見てくださりありがとうございます。今日ね受けてきた研修のお話をしようかなと思っています。 えとそこはね私は、えー、と1年ぐらい経つんですけれどもうんそこに参加することによってあとちょっとね名前が呼び方があの武道みたいにね、えー、と初段2段3段4段5段とか6段とかこう何位があるんだけどもねでその初段では相手がどんなことをこう思っているのかっていう予測力 をつけるトレーニングで2段はそ,のそれが相手1人ではなくて複数人なので私は例えば富良野先生をしているから1対生徒さんがいる時にそれぞれがどんなことを感じてどんな風にやりたいと思っているかとかそういうことを掌握する力を養う。そして3段は 潜在能力。こう自分の中の眠っている能力を引き出す。または相手の潜在能力を引き出す。それの力。で、4段はちょ、えー、と直感力。直感力はこの間ね、なんか直感力が上がってきてる気がしますってお話をしたと思うんだけど、この4段ではその湧いてくる力。その 直感の力を養う。で、5段は伴奏力といってどなたか誰か目の前の人支えたい人応援したい人が自分で自分の道を歩んでいけるように伴奏する力を養うっていうことをこうみんなでワークをしながら取り組む研修なんですね。 今私はこの4段までこうクリアをしていて5段の伴奏っていうところを取り組んでいます。でその今日ねこのメンバーの中にフラのね生徒さんがこう研修に初めて参加してくれてねなんかねもうすごく嬉しくってこうやって身近な人たちが一緒に より良い自分になりたい。環境を良くしていきたいっていう気持ちを持って、その場で取り組むっていうことがね、なんかめちゃくちゃ嬉しかったです。そして、その伴奏、私は伴奏力っていうところを今取り組んでるんだけども、まさしく、なんか自分一人のためだったら、もう結構ね、自分の中では、 こう初段から4段までトレーニングしてきてなんかいい感じに自分としたら変わってきてるから結構満足感があったんですよねだけどそうやって初めて参加してくれるか友達がいてその方を伴走したいその方がかわ自分のなりたい姿を目指して進むところを応援したいっていう気持ちが こう湧いてきた途端にもう今日はもう全然いつもの自分と違う私が出てきたんですよあだからこれこそがこう伴奏をするっていう楽しさなんだっていうのもなんか実感できましたこうやってこうその場その場にあったね環境ってやってくるんだなって思うしそして人と人とのつながりもすごく感じた時間でした なんかうまくねあのお伝えできてるかわからないんだけれどもなんかこう私もも、えー、ともとはご縁をいただいてこの和門っていうものを知ってでもそのご縁も実は富良野生徒さんからだったんんでですすよよ面白いですよねフラの生徒さんが和門に出会ってその子がねものすごくこういい感じに変わっていっている。 っていうのを見てああ私もそれトレーニングしたいと思って参加するそしてこれをこうやって発信することでまた別のフラの生徒さんが私もやりたいって言って一緒にやるみたいななんかこのね縁が広がっていってるのがとっても嬉しいですうーんなんかねこの同じものに向かってなんだろうなこの 取り組む人たちってやはりこう変わりたいって思っている何かもね似てたりするんですよね。なんかもっと自分をこう褒めれる自分になりたいとか、こう自己否定してしまう自分をやめたいとか、隠してしまうこう相手に合わせすぎて隠してしまう自分を変えたいとかなんかねもうみんな変わりたい理由とかが結構似てたりするんですよ。それも。 面白いいですそういうシェアをしてたらだからなんかね一緒にいる仲間って似た人が集まっててそしてみんなでそれをね乗り越えていくんだろうなーって思ってます。ーいいつもいつもも見ててくれてありがとうきっとねたーちゃんが私のところにこう,こうやって来てくださるのも何かこう感じるところが あるから来ててくれ私は今もう本当に私の周りにこうやって来てくださっているっていうことがめちゃくちゃ嬉しいんです前も少し言ったかもしれないんだけどもともと人が大好きなんだけどこの一時期ね怖くなってた時期があったんです。こう先生をやるようになって この生徒さんが辞めていくっていうことももちろんあるわけです。当たり前ですよね、習い事だから。でもそのやめていくってことがもう寂しくて寂しくて、だから仲良くなりすぎるのをやめようって思ってしまった自分があったんですよね。なんかそれが数年前にそのスイッチが入ってしまって、あ、ちょにゃーんこんばんは 送りましたすごい嬉しい今日は門の,あとあの参加して初段2段3段4段5段ってこんなことやるんだよって話をしてました、うん、で話を戻しましてそうこうね私のフラの生徒さんたちがやめていくっていうことが寂しくて仲良くなりすぎるのをやめようって思ってしまった時期があったんですよね。でも そうではなくてもう私っていうところに今こうやって会いに来てくださっているレッスンを受けにくださっているもうその方たちと全力で私はもう大好きだからもうそれを出すそしてもしその方たちがね次の新しい何かを見つけてこう私のレッスンに来なくなったとしてもそこをこう寂しいとかではなくてね そういうタイミングなんだって思えばいいみたいな、その、こう、割り切りができるようになったのも、このワモンのおかげなんですよね。だから今私は、こうやって今見てくれてるターちゃんとかね、もう来てくれてる人に、もう全力で大好きが出せるようになりました。もう本当、そう、チョナんよかった。本当によかったです。それが、 こう、怖くなくて、みんな大好きですっていうのを出せるようになってからね、本当にまたみんなの絆もすごく強くなったと思うし、私自身がフラのレッスンがめちゃくちゃ楽しくなりました。もうどんどんこのまま行きたいと思います。今日はなんか長くなっちゃいました。ちょにゃんが来てくれてなんかめっちゃ嬉しいです。ありがとうございます。 たーちゃん長時間見てくれてありがとうございますまた明日会いましょう明日もいっぱい踊りましょうはーいではではおやすみなさーん